アリスちゃん、俺地雷踏んだよ。お前もう番組降板だからな。君のことが好きだ、付き合ってくれ。はい、皆さんこんにちは。最近寝る前にスクワットをして寝ている達也です。何の報告。あの、肩幅まで足を広げて両手を前に突き出して腰を落とす感じで背中まっすぐにしてこう落としてスクワットをするってやり方なんですけど、足がパンパンになります。ということで今日も続けたいなと思います。双葉と話せと。ふむふむ、なるほど。なぬ？ん？マジか。ん？いやでもこっちは、ちょっと一人で盛り上がらないで、俺にも分かる言語で説明して。すげー、そういうことか。これあれだよね、ソフィアのコードソースを見てるんだよね。うん、あ、そうそうそう、双葉が楽しそうにソフィアの行動を分析している。どうなんだ双葉。うん、ソフィアの行動ってやつは分かるように説明頼むよ。あー、これ作った人天才だ。あー、まあそうだろうね。コードってのは書いた人間の個性が出る。うん、能力や癖、思想や性格までいろいろだ。僕もね、ほんと簡単なウェブサイトぐらいだったらちょっとだけ作れるんですけど。本当ね、コードってね、うん、同じこう表現でもなんか書き方がいろいろあって本当にね、癖が出るんですよ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でも？双葉でもか。おう、そいつはただごとじゃないな。本当によくわからんが、私はすごいってことか。そうだよ、ソフィアはすごいんだよ。なあ、とんでもないぞ。うん、ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。あー、なんか俺エマとソフィアなんか関係してる気がするんだけどね。うん、どっちもコンシェルジュ系だし。オワコン。それはわからないんかい。終わったコンテンツ、時代遅れってことな。うん、ちょい前に流行ったネットスラングだ。確かにちょい前だな。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやらないよ。確かに。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか。ああ、あったのかな。作成者とか企業の名前とか。うん、今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。ああ、確かに、うん、とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。うん、送ってくよ。お、優しい。こういうことができる男がね、十股できるんだろうね。大丈夫。お、目と鼻の先だしな。確かにな、裏だからな。裏路地っていうか裏だからな。では諸君、うん、サラダバー。サラダバー、帰っちゃった。サラダバー。うん、それは本当にネットスラングっていうか、もうあの双葉スラングだから。覚えなくていいよ。双葉を見送って自分たちも休むことにした。と、大変な一日だったな。なあ、本当にな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。本当だよね、遊びたかった。本当に遊びたかった。まあ仕方ない、落ち着いてからパーッと騒ごうぜ。お、落ち着けるかな。しかしあの異世界にも驚いたが、うん、一番よくわからんのはソフィアだな。確かにな。ん？呼んだか。やばい、全部会話聞こえてる。電源落としとかないと。お前の存在が謎って話をしてたとこだ。うん、まあモルガナには言われたくないと思うけど。喋る猫に言われたくない。そうだよな。それもそうか。謎の AI に言われたくねえよ。50歩100歩だよ。大体AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。おお。AI ってのは頭がいいもんなんだろう。AI と喧嘩すんな。それは反論できない。ああ、もうソフィアいじめんなよ、モルガナ。俺はな、すでになソフィアに夢中なんだよ。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人。うん。役に立てないと意味がない。つまりモルガナは猫だからモルガナの友人ではないっていうことかな。
良き友人か。うん、それだけは覚えてたんだよな。うん、ああきっと大切なことなんだと思う。なんかまあよくほらロボット系とか AI 系のね映画とかにあるロボット三原則みたいな、なんかそういう感じのことなんだろうねソフィアにとっては。だが役に立てば友人になれるのか、違うのか。うん、教えてくれ、他にどんな方法がある。やっぱりあれじゃない、共通の敵を戦うとかさ、共通の嫌いな人を作るとかさ、そういうので人間って仲良くなるよね。え、あ、いや、そうだな、人の心が分かるようになればいいんじゃないか。また難しいこと言うな。心？うん、あ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。まあ長年連れ添った老夫婦でも結局は相手の心なんて分かんねえからな、分からおうとすると苦しむよ。あーごめんごめん、ちょっとなんか深いこと言っちゃった心、まああまり難しく考えるなよ。うん、我が輩たちについてきていろんな人間を見て学めばいい。そうだそうだ。その代わり怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり取引ってやつだな。出た出た。そうか、なるほど、悪くない。うん、それで人の良き友人になれるのなら。お、これあれ出るかな、我は何時何時は我みたいなやつ、で出ないかな今作。ま、リーダーがいいならだけどな。それはいいよ。うん、もちろん、もちの論よ。ありがとう、リーダーボス。おかしら、おかしら最後ちょっとおかしいこれで取引成立だな。うん、よろしく頼むぜソフィア。やったー、明日は偵察もある。うん、今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ二人とも。うん、なんかあれだね、ソフィアが話すたびにスマホからピコンって出るのかわいいねあー26日と。お、みんな勢ぞろいじゃん。異世界を偵察するためかつての渋谷アジトまあここはアジトと呼んでいいものかどうかわかんないけど。よし、全員集まったな。うん、今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか。ジェイルか、何度も通った道だ。うん、今さらおじけづく理由はない。それな、かかってこい。おお、ビビってるやつ一人いるわ情報も少ないし慎重に行きましょう。そうだね、今回はまず偵察ね。うん、なんかアリスも引くんじゃない、いきなりさ、こんなさ多勢に無勢でやられたらさまあ大体回答だ、多勢に無勢だけど。エマを使って入るんだよね。うん、特別な操作が必要なの？なんかあれだよね、キーワードみたいなやつ入れるんだよね。うん、起動してキーワード言えばなんだっけ、ワンダーランドだっけ。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。うん、お、さすが双葉先生、うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないからそれくらい調べとけあとは安全に入る方法だけど。うん、昨日脱出してきた場所なら敵はいない。あ、確かになかったね。その場所の近くまで移動して、うん、キーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。そうだね。よし、じゃあ出発だな。おう、まあこれも考え方によっちゃキャンプみたいなもんか違う絶対違う、俺は諦めてないぞ。さて、みんなの格好もなってるのかな失礼。ああ、なってる。半年ぶりだね。着いたのか。うん、みんなが怪盗服になっているぞ。なあ、お前もな、フォックスおお、久しくこの姿を忘れていた。うん、美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。あ、本当だ、やめて、その名で呼ばないで、ノワールって呼んであげて。美少女怪盗と申します思ったよりノリノリだったもうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。ね、相変わらずまこちゃん肩パッドトゲトゲしてるね。本命はこっちじゃない。うん、街の景色を見てみろ。これがジェイルなの。うん、な
んだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。そうか、これまで空飛ぶ銀行とか宇宙船とか言ったじゃん。全体がおぞましい配色に包まれているな。うん、誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。まあアリスだね、ヒイラギアイス、アリス、アイスって言っちゃった。おそらくアリスのな。うん、あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。相変わらずユウスケの言葉は難しいな。さもありなんなんて言ったことないわ。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。うん、前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。うん、そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ。確かに。それは願いってやつかもしれない。あ、なんか言ってたね。おい。よ、怪盗団。いや。うわー、ソフィアか。うん。AI 少女、ガチの実体化きた。すごく可愛いね、ソフィア。可愛い。なかなか興味深いフォルムだ。うん。調和の取れた曲線が美しい。うん。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしてる。可愛いな、あんちゃん。モフモフ？うん。触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。うん。それは拒否する。お、子供じゃないからな。お、なんかそういう一面もあるんだね。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。うん、お前はいつまでそのポーズしてる。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとはなんだ。うん、教えて。ここのシャドウたちが言ってた、願いを奪えとか、キングに献上するとか。ほう、キングなんだ、クイーンじゃないんだ。人から奪われていたのなら、それが願いじゃないかと推測。うん、確かに。アリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。これはあれだな、ヒイラギアリスに聞くしかねえな。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。うん。その肝心の被害者たちはどこにいる？あ、確かに。それらしい人影は見えないが。あいつらどうなったんだろう。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。うん。シャドウだったんじゃないかって。あ、でもシャドウっぽくはなかったよね。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、うん、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？確かに。そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。うん、じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？え、あれじゃあシャドウなの？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。うん、じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。確かに。あの願いを取られた人間は現実世界でどうなるんだろう。廃人みたいな感じになるのかな。シャドウから願いが奪われた時、うん、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ、うん、悪い予感しかしない。そうだね。なんか足腰が良くなったとか病気が治ったとか。そういうことはなさそうだよね。逆はあっても、シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。狙いが分かんないね。だがどうする、泥道。危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。うん、いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。まあ確かにな。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。とりあえずアリスのとこ行って全員でボッコボコにする。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。うん、廃人化ね。ええ、
行動に移す前に、しっかり調べておかないと危険だわ。じゃあ帰って寝よう。おい。ああ、そろそろ寝よう。って、早いよ。戻って調査。寝るのはその後だ。いやー、なんか変な選択肢をしちゃうよね。じゃあ一度ここから出よう。あ、出るんだ。ん？あれ、あんちゃんどうした？もう出ちゃうんだ。ただいま。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。てかなんか純粋な疑問だけど、ここでみんな一瞬で消えてまた一瞬で現れたら、それこそ大騒ぎなんじゃないの？昔さ、前作の奥村フーズの前でさ、異世界行ったところ写真に激写されてたじゃん。安静しろ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつありそう。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。そうだね。ネットの方は私に任せとけ。おう。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。確かに、言っても向こうは人気アイドルでしょ、なかなか近づけないよね。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あ、そう、なんかあんちゃんがさ、ずっとこういう表情をリアクションしてるんだけど、なんかワンチャン知り合いだったりとかしないかな。あのさ、あ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。やっぱり。は？マジか、なんでよ。なんでなんで、仕事の関係？前にモデル事務所の社長に頼んでて。前にアリスがテレビに出るみたいだから、勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ。すごい、さすが芸能人。みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。行こう行こう。見事なタイミングだな。ね。ああ、さすがはアンドノだぜ。なぜそんな浮かない表情をしてるのかだけ気になるけど。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし。それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。じゃあまあ、リュウジ。違うだろうな。多分ジョーカーだろうな。みんな見てる。みんなの視線を感じる。よし、そういうことだ。よろしくね。おう。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾つかんでこいよ。ちょっかいってどういうこと？ナンパしてみるとか。却下で。バカ、マネージャーもいるし、普通に近づけないっての。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。大丈夫かな。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。そうだね。引き込みか。街の散策できるのかな。おお、みんな情報を集めに行ったようだな。若いたちも負けずに頑張ろうぜ。話を聞く、調べる。ショップから。あ、前作で路上ミュージシャンが弾き語りしてたところに双葉がいる。人多すぎて無理。お家帰りたい。おいおい、大丈夫か。学校通って慣れたんじゃねえのかよ。夏休みの渋谷舐めてた楽しげな陽キャたちのプレッシャーが。そもそも知らない人に近づいて聞き込みとか、広域なトークで情報を引き出すとか想定してない。俺に任せろ。ここは我が輩たちに任せて、双葉はネットの調査に専念してくれ。役に立つぞ。おー、サンキューソフィア。私とサイバー班結成だ。任せろ、全力でバックアップする。すごい、ナビのナビができた。ありがとう。話してたらちょっと楽になってきたかも。ありがとう、もう大丈夫だ。そうだ、達也にこれあげる。助けてくれた俺、何？噂集め。ソルティパパイヤ、美味しそう。SP 回復アイテムじゃん。てか、つけておこう。え、ちょっと。SP 回復アイテムじゃなかった今。わあ、20も回復、ありがたい。じゃあ聞き込みするか。
おい、お前ちゃんと聞き込みしてんだろうな。なんかお前これ見て時間潰してるんじゃねえだろうな。興味深い。アリスの人気は予想以上だな。街を歩けば嫌でも噂が聞こえてくる。不思議の国のアリスか。確かにモチーフは興味深いが、それだけ。なんだよ、アイテムくれよ。好きすぎて頭どうにかなっちまう。マジで。あ、だからよく見たら上にね、あのパレス行った時の左上のアイコンみたいなの出てるんだね。あ、すごい、この辺も変わってないな。ん？やべえ、落とした？あ、てか右上にちゃんとソフィアのアイコン出てる。かわいい。ジェールで見かけたやつ見つけたかも。え、本当に？ミリタリー屋の裏。あ、懐かしいな。岩井さん元気かな。結局前作では取引すらしなかった相手だけど。アリスが人気あるのは知ってたけど、やっぱりちょっとおかしいかも。彼氏がアリスに全財産貢いで破局寸前とか、飲まず食わずで追っかけして入院したとか。やっぱりアリスが何かを。どうしてそんなこと。そうそう、うん、お腹空いてない？あ、空いてる空いてる。クレープでも食べて気合い入れる。やった。うん、いちごトッピング無料か。太るぞ。筋トレもマシマシにすれば大丈夫だから。なんだ、アイテムくれねえのか。ちょっと。あ、ミリタリー本日臨時休業。え、何これ。もしかしてコープの人には会えないのかな。なんかざわざわ言ってんな。リッスン、頼む、金貸してくれ、一生のお願い。はぁ、またかよ。この間もアリスがどうのとかで貸したばっかだろ。またアリスブランドの新作出るんだって。今買われと一生後悔すんだよ。この騒いでる茶髪の野郎、あん時言ったやつだよな。あー、なんかいたな。つーかお前、なんで急にあんなアイドルに入れ込んでんだよ。いきなり闇金にまで手出しやがって。付き合ってられっかつーの。アリスの服を買うために闇金にまで手を出しているのか。どう見ても普通じゃねえ。しかも急におかしくなったんだとよ。まさかあの異世界の影響なのか。なるほど。もう一気に 46% じゃあ、あの人々の願いをまあ取ることで自分の熱狂的な信者を増やしてるってことか。なるほどな。つまり俺も人々の願いを集めればチャンネル登録者増えるかな。ああ、ついついなんか横島な考えが。リュウジ、おい。うん、ああこれさっきのでも終わりか。なるほどね。うん、君囚人学園の生徒だね。川上貞代先生は知っているかい。アリス知ってるも何も、クラスの男子全員アリスのファンだよ。全員。友達の彼氏も急にアリスに夢中になっちゃって結局別れちゃった。すげえな。リアルとなんかそういう、なんだろう、え、夢が混在してるな。確かに可愛いけどそこまで熱狂するほどかな。うん、十分君のが可愛いよ。 52% になった。アルちゃん、さっきね705のお店を覗いてきたんだけど、お客さん側の招待カード持ってた。へえ、今もどんどん友達が増えてるのかもしれないね。ってことはアリスはクラス全員にあの招待カードを渡したってことかな、この子の。それもそれでなんか地道な活動っぽくて頑張ってる気もするけどな。気が強そう。アリスのこと？なにこれ、なんかの取材？悪いけど私あいつのこと好きじゃないから別の人当たってくんない？てかみんなアリスに騙されすぎ、金取ることしか考えてない腹黒女じゃん。まあまだ性格は分かんないけど、まあそう思われても仕方ねえな。あ、まこちゃん、ん、はい。人形がごとく絶賛公開直後、龍がごとくじゃねえか。でも一人じゃ入りづらいな。一緒に見る？きゃ、いたの？違うの？たまたま目に入っただけで。焦ってる。この映画館の従業員がいきなり大量に解雇された。その理由がアリスのファンじゃないから。土地狂ってんだ。そんな理由でクビだなんて何かあるとしか思えないわ。それは何かあるね。こっちは？なあ、ごめん、映画館じゃねえや。あ、こっち行けないんだ。あ、そっか、ショップでもなんか聞けるって言ってたっけ。ロシなんて相変わらずメールみたいなとこだな。ご注文はお決まりですか。
こういうのってまあ一つずつくらい買っとくか。そちら、こちらが、そ、お渡せ、またどうぞ。よし、うん、お得かどうかわかんないけど、とりあえず買っといた。あとは、あ、ここでバイトしてたな。ただいま肉まんが出来たてです。いらっしゃいませ。うん、ただ買うだけ。まあこういうのも一つずつ買っとくか。よいしょ。なんかコメントでね、アイテムあのいっぱいあるといいですよって言ってたので。300時間働けますか。やべえ、歌い文句あるな。ありがとう。よし。でもなんかお店で全然話聞けないな。あ、ビッグバンバーガーあるじゃん。俺一等航海士だからな。宇宙のように昼夜なし、ビッグバンバーガーへようこそ。お伺いします。あ、え、あれ挑戦できないの。まあこの辺も買っとくか。全然お店で話聞けねえじゃん。どうなってんねん。おうおう、スポーツジムもあるな。どこ行くんだろう。ここは違うよなって。絶対人だかり。これあれじゃない、アレスのブランドとかじゃないの、アパレルショップ。いらっしゃいませ。ヒイラギアレスですか。アレスブランド取り扱ってますよ。でもごめんなさい、今品切れ中なんです。10分前に入荷したんですけど、すぐファンの方たちが買い占めちゃって、ほんとごめんなさい。言い方がアホすぎる。マジかよ、10分で完売やばいね。ありえれ話じゃないだろうが、アリスファンの熱狂ぶりが気になるな。一応覚えておこうぜ。なるほど、 85% まで来た。ってことはアリスグッズを買えば転売で人儲け。皆さん転売は絶対ダメですよ。転売ヤーから物を買う声もやめましょうね。うん、コイン買おう。うん、買えない。本作は本を読むっていう概念もないのかな。駅前広場戻ってきてみたものはいいものの、ガミガミ言ってんな。リスン、あー今日も暑い。つかお前もさ、なんでこんな暑いのにジャケットなんだよって思わね。営業マンのスーツ、基本はスーツとか、うちの会社古すぎるっつーの。俺も前職だとスーツだったな。今は完全に自由だけど。え、じゃあロト6買おう。これも店なんだな。もしかして私もこんな箱に入ってたのか。箱は箱だけどちょっと種類が違うな。ちょっとさ、どこで話聞けばいい、ちょっとわかんないんだけど、ちょっとぐるぐるしてきますね。お、よく見たらこいつ一人でブツブツ言ってんな。アリスちゃん、アリスちゃん、かわいい、かわいいな。アリスちゃんのためなら何でもするよ。欲しいもの、何でも買ってあげる。やっべえやつだわ。何が一番やばいって。独り言なんよな。こいつ、目がいっちまってるな。我が輩たちのこと見えてねえみたいだし。いくらアリスが好きだからって、こうもおかしくなっちまうものなのか。あ、100%になった。なるほど。こいつだったんだ。調査完了。みんな状況はどう。私は人形がごとくを見てきたわとか言わないから。一旦交流して情報をまとめない。どうする。うん、集まろう。そうだな。よし、みんなどう。被害者のこと何か分かったかしら。うん、めちゃくちゃ分かった。とりあえずみんな金貢ぎまくってる。ああ、見覚えのあるやつが何人かいたぜ。うん、ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。うん、となるとやはりジェイルで襲われていたのは確かに本人ではなくシャドウだったということか。けどそいつら様子が変つうか、妙な感じでよ。妙な感じ。全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。アリス狂いっていう言い方なんかやだな。借金してアリスのとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろな。彼女と別れるとかな。うん、確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して、そうそうそう、破局寸前になってるカップルとか。うん、アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。映画館ね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件が起きてるみたいだ。とんでもねえな。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、うん、なんか異常だね。なんか宗教的な熱狂度合いだよね。
ジェイルで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。うん、そうだとしたらこのまま放っておけないわ。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。確かに異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、うん、私たちで何とかしよう。お、被害者の情報集めは終わったみたいだな。うん、次はアリス本人の調査かってことはジェイルに行かないとな。うん、明日なんだだな。うん、今日はここまでってことでまた明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。よろしく。ああ任せておけ。仲間と別れルブランに帰った。27日、うん、今日ですねなんかいいな、いいタイミングで実況を始めたわ。出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。おい、その後ろ姿お前長谷川警部補じゃない？なんかそんな気がする。ほらこっち見ろ。あ、やっぱりこのカレー絶品だな。そりゃどうも。なんだろう、初めて来たのかな。前作だと新島さえちゃんとかもここ来てたみたいだけど、え、何、なんかそういう人御用達の店なの警察官とか検察官とか、まあ、宗次郎も元役人だからな、なんかそういうパイプがあるのかもしれないなお、某テレビスタジオ収録現場。今日は生放送なんだってな。ん、ちょっと待って、奥の二人見覚えあるわ前作の時にもさ、なんか明智がねテレビ出てる時の司会愛するじゃなかったっけ。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。うん、お前はどうだ。慣れてるよ。顔出さないのペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。確かにペット、そうだよペットだよ。うん、静かに頼む。うん、まあこの姿じゃ仕方ねえが。うん、お前らも変に目立つなよ。うん、とりあえずニャーニャー言うな。大丈夫だよ、見てるだけだから。そうそう、今日買わないから。静かにしてた方がいいか。うん、そうだね、とりあえずマナーボードにしとこっかそうだね、ちょっと我慢しててソフィア。うん、ノープロブレム。おい、なんかいいな、なんかもうソフィア可愛いな来るみたいだぞ。お、アリさん入られます。ベテラン AD。 わー、キャリーパミュパミュ。やっぱ超可愛い。いや、アンちゃんの方が可愛いよ。 CM 開けます。5秒前、4、3。うん、しっかり足組むな。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。あー、また嘘っぽい笑顔。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ。うん、おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。家でもそうなのかな。ちょっといろいろ聞いて、陽気な MC。 この服も全部自分でデザインしたんでしょ。とても素敵で可愛らしいですね。まあ、どこに着ていくっていう問題はさておきうん、配色とかでもね素敵だよね。ありがとうございます。うん、この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ああ、やっぱそうなんだね。ところでそのスペードのエースだけど、頭に貼ってるのそれは瞬間接着剤か誰かでペタッと貼ってんのかな。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。お、知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって。結構まともなこと言うな。そんな期待を込めてデザインしました。なるほどね。さまざまなジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。うん、そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか。私実は引っ込み思案の子供だったんです。あ、そうなんだ。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。へえ。自分を変えたいと思いながらなかなか変えることができなくて。うん、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時、まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。
ここまで話聞いたらなんか普通にいい子だな。その時のキラキラした輝く思いを、うん、私のように引っ込み思案だった人に届けたい。なるほどね。 なぜワンピース、そのワンピースが結構派手だったのかな。だよね。だからこういう風ななんか影響を受けたとかそういうことなのかな。誰かの光になりたい、うん、それがこのファッションを始めたきっかけです。素晴らしい動機。誰かの光。あ、響いてる響いてる。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。うん、そんなアリスちゃんだけど、ん、最近は彼氏の噂なんかも。え、頭もじゃもじゃの黒髪天パのメガネで銃股してるのに悪は絶対許さないとか思ってる、いつもポケットに手突っ込んで歩いてる学生ですか。ジョーカーしかいない。おいおいおい、陽気な MC、ほら音楽も止まった、ほら、まあ、地雷踏んだぞ。一旦 CM 行きます。放送事故でしょこれ。 生放送から。どうしたんだろう、うん、急に黙っちゃって。本当だよ。何かの演出。え、何かあったのかな。うん、あの、どうしました。アリスちゃん、俺地雷踏んだよ。お前もう番組降板だからな。君のことが好きだ、付き合ってくれ。ちょっと何言ってるんですか。こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。とんでもねえ展開になってきたな。これは読めなかった。急にそう言われても。うん、なるほど、こうやって話題作りをしてるわけですね、ヒーラヤリスさん。一応左手に指輪はないから既婚者ではないっぽいな。本気なんだ、頼む。ちょっと私はどう。お前ら付き合ってんのか。はい、この番組は今日で打ち切りとなります。あー面白い。聞いた今の。あの二人って婚約してたんだよね。あ、そうなんだ。てかこれやば、放送事故じゃない？あ、みんな知ってる周知の事実なんだね。CM って。お願いだ、アリスちゃん。やべえだな。いい加減にして。うん。なんなのよ、もう。ねえ。何が起きてるの？ああ、悪い顔しだしたね。撮影は急遽中止となり、観客は外に出された。いやー。あれ生放送だったんだよね。この通路はなんかパンケーキ事件のことを思い出すな。うーん、なんかそこからひょっこり明智が出てきそうで、なんかちょっと寂しいな。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。俺もどうかと思うね。あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。まあ、可能性はあるね。うーん、まあでもただの告白じゃない。確かにアリスは可愛いけど、うん、なんかさっきのは異常だよ。うん、ごめんふざけて。全然笑ってくれなかったな、あんちゃん。確かにあれはまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。うん、それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない。なるほどね。願いを主に捧げるとアリスに操られて。なるほど、辻褄は合うな。うん、さすがアンドヌだぜ。さすが。つまりアリスは改心ではないでしょう。願いを奪ってる。うん、やっぱそうなのかな。そう、あんちゃんのその表情が分かんないんだよ。もともと知り合いだったとかあるから。アリス言ってたよね。うん、誰かの光になりたかったって。うん、私と同じ夢。あ、前に雑誌でアリスの記事を見て、あ、私ちょっと共感してたんだ。なるほど、あんちゃんはじゃあアリスのことをちょっと特別な感情があったんだね。だからアリスを改心させるって話にあまり乗り気じゃなかったんだ。だから
社長に頼んで、なるほど、生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。なるほどな、推しの言葉が嘘だったらそりゃショックだよな。アンドの、あ、面白かった。おー、ヒーラギャルス気を抜くな誰か聞いてるかわかんないぞ。今の声アリス、隠れよ。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから、声を。本当それ。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。あ、甘いな。それより見た、あの女の顔ありえないって顔してた。自分が勝ち組だと思い込んでる人ほどああいう時にするんだよねめちゃくちゃ腹黒真っ黒じゃねえかこいつ。アリスさん、もうこんなことやめませんか。この慌てる男性は事情知ってそうだな。はあ、何言ってるの、私むしろ被害者じゃない。何をやめろって言うの。理由も方法も分かりませんが、あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。お前なかなか筋がいいな。回答団に入るか誰でも勧誘する。また痛い目に遭いたいんだ。許して。あ、こわ、恐ろしい。偶然踏んじゃった。偶然の意味を今すぐ広辞苑で引き直してこい。さっきのだってただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。とりあえず誰かこれ写真撮って SNS にあげよう。味方するのがあなたの仕事じゃない。それとも元マネみたいに壊れちゃう。部屋から出られなくなっちゃう。やべえなこいつ。まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。よく見たら的確に右足で心臓をやめてだったら、傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。サディストすぎるだろ。土下座しながら鼻水垂らして、うわ、また動画撮っとくし。おお、ジョーカー負けるな、こっちも動画だ。ほら早くしてよ、早く早く、出ないとこれ止まんないよ。やべえ女だな。おい、あれは軽く踏んでる感じじゃねえぞ。このままじゃあいつ止めよう止めよう。オッケーオッケー、いけいけ。見られたこれでお前も終わりだ。ボールかよせ。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの嘘だったわけ。本当だよ。やだな。いや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 、ちょっとふざけてただけだよ。いや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 、そうだよね。うう、怖い。はい、だとしたらふざけ方が怖い。じゃあ先に行ってて。あー、星マークも怖い。ちょっと。あー、そして男性意外とイケメン。あなたってもしかして高牧アンさん。アンちゃん有名になったな。え、私のこと知ってるの。モデルには詳しいんだ。正直全部チェックしてるから。すごいアンちゃん、俺も鼻が高いよ彼氏として今の関係わかんないけど。私ね、こと大好きだったのね。私と友達にならない。絶対ならないでしょ。出た。はい、逃げて。お断りします。うえ、あんなひどいことする人私は絶対認めない。うわ傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない。12人目でもいいならマネージャーに謝れ、あのイケメンに。だから、ふざけてただけって言ったでしょ。あれ、お、そういえば君って確か前705にいた。よく覚えてんな。もういい、帰ろ。そしてなんかモルガナがこっち向いてなんかわちゃわちゃしてるのかわいいモルガナかわいい。俺とずっと目が合ってる。かわいい帰ろう帰ろう。こんなやつこっちから願い下げだバカ野郎。残念。二度とその面見せんじゃねえぞ。でも彼にはカードを渡したはずなのに。よく覚えてんな。どうして私に従わないんだろう。っていう感じで、ごめん、
頭に来て帰ってきちゃった。正しい対応。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して、友達になろうと言った。確信犯だね。つまり奴はエマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。エマで人をジェイルに入れて、願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。なもん、カモシダと同じじゃね。うわー、懐かしい名前。そうかもしれない。あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ、やつはもはや普通じゃない。放っておけば被害者が増えるだけだ。前回一致で改心だな。もう街でも目立つレベルでいたな。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める。ジェイルにお宝はあるのか。問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが。お宝ってなんだ。お、パレスを発生させている欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら。アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言うそれらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。質問、なぜアリスを改心させる必要がある。なぜって、困ってる人たちがいるから。そうだよ、人の手助けだよ。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。おお、なかなか思い切ったこと言うね。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。あ、BGM か。まあ、ソフィアは分かんないよな。仕方ないってお前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。なんかいかにもターミネーターみたいな AI だな。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ。まあ人は変われるからだよ。わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ。なんかなんとなく今作はこのソフィアがね、怪盗団と触れ合う中で人間の心を知る成長日記みたいな感じになんかなりそうな予感がしてる。お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。まあね、わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。それが我が輩たち怪盗団の信条だ。かっこいいモルガナだな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。うわ、なんか心を盗む怪盗よ。いいな。だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団。そうか、心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。ああ、なんかそう言われると悲しい。私にも心がわかれば、そうなればもっと良き友人になれる。ああ、この音楽好き。コープランクマックスになってペルソナが進化する時の音楽だ。ソフィア、わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか。とっくに仲間だよ。心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい、人の心が、怪盗団のことが。あ、もう仲間だ。俺もジョーカーと同じ気持ちだよ。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。なあ、やっとユウスケが喋った。こいつ全然喋んねえなと思いながら見てたけど。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。あ、何がいいかな。逆に愛とか。お、懐かしのイベント。
ねえ、ほんとね。え、白、ソフィーで、AI で。あ、ソフィーもいいな。まあ、でもちょっと AI って一度ボケてみたいな。え、もっと可愛いのがいいよ。マシュマロとかブラマンジェみたいな。あ、マシュマロちょっといいな。お菓子シリーズか、うん、ソフトクリームとかイチゴ大福。緊張感に欠けるっつか語呂悪くね。確かにね。モナちゃんと同じ感じはどう？うん、異世界で出会ったのも一緒だし。まあソフィーになるのかな。例えば、うん、ソフィーとか。はるちゃんセンスある。さすがノワールって自分で名前つけるだけはあるだ。あんま変わってねえし。いや、いいよソフィー。気に入った。うん、気に入っちゃった。私はソフィーがいい。じゃあこの世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。うん、合点承知だ。うん、どこで学んだ、誰が教えた、多分リュウジだ。なんかお前最初に比べると人間っぽくなってね。ね、ネットで日々学習中だからな。うん、もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるよ。覚えそう。んじゃ、やるからには派手に行こうぜ。おう、アリスを止めよう。ねえ、苦しんでる人を助けたい、それが怪盗になった理由だったものね。そうだね。それで私も助けてもらった。うん、懐かしい。やられたのは赤の他人。うん、だが見捨てたのでは怪盗の名俺だ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも。うん、私は怪盗団についてくぞ。よーし、怪盗団本格再始動だ。仲間との固い絆を感じる。お、何これ、アピールタッチバトン。あ、ちょ、あ、ちょ、あ、あ、なんか勝手に進んでいく。ハリセンリカバーが発生しやすい。おー、バンドスキル。何その、なんかバンドエイドみたいな名前。面白い。バンドからバンドポイントを使って習得できる。バンドポイントはバンドレベルが上がると獲得できる。バンドレベルはどうやったら上がるの？現実での交流や異世界でのバトル。へえ、あ、現実での交流でも上がるんだ。そうと決まればまずは準備だ。なるほどね。備えあれば憂いなし。うん、武器や物資が必要になるな。岩井さんとこ行こう。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。おう、うちらも用意しとくから準備できたら集合かけて、ね。あー、いいねこの流れ。はあ、楽しい。おい、よし、じゃあ早速物資の調達だな。まずはすぐ近くの竹見内科医に行こうぜ。行く、あそこの薬よく効いたからな。今回もきっと役に立ってくれるはずだ。たえちゃん会いたいな。よし、じゃあごめんね、ちょっとだいぶ長くなっちゃったんだけど、そう、以前ねコメントで教えてもらったんだけど、なんか今作ねなかなかこうセーブポイントまでが結構長くて、うん、あと気をつけてくださいねって教えてもらったんだけど、やっぱり区切りがいいところでね切りたいので、今後もこういった長い動画も出てくるかもしれないんですけど、皆さん飽きずに最後まで見てね。ということで、ヒイラギアリスをね止めに行きましょう。あ、でもタイちゃんとかね、岩井さんとかにも会えたりするのかな、楽しみだな。じゃあ今回もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメント、うん、最近ねなんかねコメント数の方が高評価よりも多いっていう謎の現象があるので、皆さん高評価をしてからぜひコメントの方を、書いていただけると嬉しいです。ということでありがとうございました。バイバーイ。